建物全経 U ポートは東京都品川区西五丹田で日本郵政株式会社が土地、建物を保有していた複合施設である。ホテルや結婚式場、フィットネスジムなどが運営されていた。また多目的ホール、U ポートホールを併設していた。敷地面積は6700平方メートル。1982年4月1日に開館し、2015年9月30日に、 閉館した。もともとは、かつての日本郵政公社が簡易生命保険法第101条に基づき、観光地等に設けられた観光の宿などとともに設置、運営していた、簡易保険加入者福祉施設の一つである、東京簡易保険会館で、U ポートは相性だった。旧郵政省時代の1982年に、開業し、日本郵政公社設立の際に、 旧館医保険局から切り離されて、日本郵政公社直営となった。2007年10月の郵政民営化に際し、官保の宿とともに、日本郵政が運営する一般のホテルとして営業を開始、愛称であった U ポートが正式名称となった。民営化後、地上のホテル部分が西洋フードコンパスグループに、地下のフィットネスジム部分がセントラルスポーツに業務委託され、 日本郵政の職員8人と共に施設運営に携わっていたが2008年12月1日より日本郵政から両者に運営が完全遺憾された。老朽化と赤字のため2015年9月30日をもって U ーポートホールも合わせて一切の営業を終了し閉館した。U ーポートホールの最終公演はウエスタンカーニバルだった。 跡地は駐車場としての暫定利用を経て、事務所やホテルホール、店舗などで構成される複合施設を再び、日本郵政不動産が建設し、2022年度に完成する予定。フロア構成宿泊施設のほか、会議室、結婚式場、レストラン、カルチャースクール、フィットネスジムなどの施設を備えていた。ユーポートホールでは、夏祭り日本の歌、 年忘れ日本の歌をはじめ、1987年から2014年まで、全国同様歌唱コンクールグランプリ大会等、各種の音楽イベントやコンサートが模様されていた。楽屋の数や、舞台の使い勝手の良さから、年間約150回のバレエ公演が行われていた。当初は検診センターも併設しており、人間ドックの受診が可能だったが、民営化を控えた。 経営の見直しにより、2007年2月に営業を終了した。郵政民営化前は、通常の宿泊施設とは異なり、簡易保険の加入者の利用が優先された。簡易保険加入者として宿泊するときには、簡易保険加入者であることの証明が必要だった。簡易保険非加入者でも申し込み可能だったが、利用時には加算料金が上乗せされた。郵政省 郵政事業庁時代は郵便局で予約をすることも可能だった。郵政民営化後は通常のホテルとなったため簡易保険の加入の証明などは不要になった。宿泊料金は従来の加入者料金のレベルを維持していた。ありがとうございます。